を保っています。おい、お二人の臆病者に、うん、気にしすぎだよ。ここには何もない。なんだ、誰か外にいる。来いよ、せっかく楽しんでいたのに。顔を見せて。こっち。私は怖いのか。誰かいるのか。怖い。お前が姿を現す死ぬ時だ。ボートです。建物の上に乗っています。あれは USS の電子の住所。こんなに素晴らしい作りの船の乗組員になれて光栄だ。戦闘は危険ですが、とても積極的な運動です。アイアンサイズ船長、ルゲン選手のパワーを調整、進路そのまま。航海士君、運命が望んでいる。ついに出航の時だ。私たちの英雄に感謝を。君は本当に素晴らしい働きをしてくれた。よくやった。出航？出航前夜だ。秘密を守らねばならなかった時は過ぎ去った。私たちのツイン NX42 ロケットは点火され、私たちをこのおぞましい貯蓄貸付組合から解放する。コンスティチューションは天に向かって飛び立ち、穏やかに海に着水する。そして私たちは大西洋の守護者としてあるべき場所に戻るのだ。それはすごい計画だな。輝かしい計画だと思わないかね。航海士君、彼女の能力を試してみよう。私たちには必要となる。あの母のいない雑種犬たちを一斉射撃の。
で対立することはお勧めできません。船長、神よ感謝する。スカベンジャーの猛攻撃は終わった。あの人出なしどもは誰も私たちの船に足をかけられなかった。全員出航準備。おめでとう船長。まだ必要なものがある。出発のために予備ジェネレーターからの電力が必要だ。申し訳ないが、最後にもう一度君に依頼しなくてはならない。ジェネレーターはどこにある？ロイヤルアームズアパートの屋上だ。スカベンジャーが残っているかもしれないから用心したまえ。君はこの報酬に十分に値する。幸運を祈る。
難しい成功なんだろう。本当にこの任務は完了していない。でも我々の進歩は否定できない。連邦のみんながこの発射を見れただろう。確かにロケットは敵に難敵だと思わせただろう。かけてもいい。一回、いや二回は後悔すべきだ。我々は興奮に打ち震えている。本気でこの船でまた後悔するのか。信仰深い乗組員の勇気と助けにより最後の勝利は約束された。喜んで手を貸せよ。あなたは神から贈られた貴重な贈り物だ。君の勇気ある役割を認めて君を名誉副官に昇進させる。デッキの下は性に合わないから船長室もあげるよ。新しい副官に万歳三唱。万歳。